突然ですが、あなたは心の中に小学生の自分を宿していますか？僕は宿していませんでした。それに今日気づいたんですよ。でもこれは皆さんに広めないといけないなっていうこの事実を。っていうことで、ちょっと急遽配信を回してるんですけど。っていうのも、さっき起きて5時か配信しようと思って、コーヒー片手に配信部屋に向かってたら、もう暗いですよ、この時期5時は。薄暗くなってる寒空の下にね、小学生の軍団が、一人は缶蹴りをしながら、一人はなんか道の落ちてる石を蹴りながら、もう二人はグリコしながら楽しそうに下校してたんですよ。この時にふとね、自分もこんな時期あったな、懐かしいなと思ってたら、最近自分の中に小学生の自分がないなっていうことに気づきまして、彼らは朝起きてご飯を食べていっぱい遊んで勉強して、ご飯食べて昼休みいっぱい遊んで寝るとき寝て勉強して、いろいろやって下校なんですよ。すべてをやりきった夕方5時に対して俺は何やと、いつの間にこんな怠惰になってしまったんやと。あの頃10分休憩の時間に外に出てボール遊びをして10分の頃に帰ってきた、あのテキパキとしたあの心はどこに行ったんや俺はっていう、それにやっぱハッとして。でもそういうのって気づくタイミングがないとわからないんよ。だからラッキーな日ですよ、この配信を見れた皆さんは。今日からあなたたち心の中に小学生を灯してください。これマジの話、冗談ネタ抜きかっこガチ。今来たんだけど、現実が辛くなって気持ちだけでも小学生に帰る話。いや、違う。何に対しても好奇心を持ってたなっていう。気があったら登ってみてた。意志があったら蹴ってた。で、本日配信の最後に小学生に戻れる童心壺っていうのを販売しようと思ってて、限定30種類になってるんですけど、まあ、サブスクしてくれてる方優先にはなるんですけど、まあ、ちょっとそういうのも。物理的に小学生の頃の自分を宿してしまおうっていう。まあ、税別17,800円。一重に投資ですよね。でもさ、正直グッズで壺とか売り始めたらどんな反応するかは一旦気になるよな。クソおもろない。アクキー、タンブラー、フーディー、幸運の壺。このピンクの形になぞらえた幸運の壺を。こういう入れ方できる壺。で、ここが揺れる、揺れて七転び八起きできるようになってる。じゃあ、家にさ、うわ、今お菓子ないやーっていう時あると思うんだけど、どれか一種類だけ、何があってもこの一種類のお菓子だけは何かしら一個存在するバフをもらえたとして、何？これ悩むねよね。俺、ポテチ系か、グミかで迷う。おやつカルパス、チョコレート。カントリーマームだ？あが、分かり合われへんわ、この人とは。最近カントリーマーム久しぶりにさ、食ったんやけど、100円玉ぐらいの大きさになってなかった。レジ持っていきそうになったもん。これで、つって。カントリーマームでカントリーマーム買うとかやったわ。アルフォートはどっち味派？いや、アルフォートは深い青やと思う、俺。ちょっと車とかに放置してると、ちょっと柔らかくなるね、チョコ。そしたら、ビスケットと被さってるチョコの部分を完全に剥がせんのね。あれマジでうまい。そん時は、水色がいいんよな。水色をタッパーみたいに剥がして、残ったチョコレート食ってみ。もうアホの味するから。タケノコの里か、キノコの山か。え？タケノコの里っていう商品も最近出たんやかな？わからんけど。え、キノコの山しかないんじゃない？あれって。お菓子詳しくないんでわかんないですけど。そんなんも出たんや。期間限定かな。あ、11億当たりました。言っとく？宝くじ公式サイト。あ、抽選待ちやまだ。今日やけどまだか。楽しみやないかい。虎買う準備だけしてる。だから俺、メイウェザーっていう名前の虎買おうと思ってんのよね。最近結構無限にまた動物の動画見てんねんけどさ、コヨーテの赤ちゃんバカ可愛い。みんな見たことないやろうから、書いてあげるね、コヨーテの赤ちゃん。いや、マジ困難なの、実際。タヌキチ？ダナモ。いや、あんまりね、無料で描かないですよ、僕も。イラストレーターなんで。一応、これで飯食ってるんで、いつも自分も。タヌキチの差分とかはやっぱ、ファンティア、月額17,800円。俺に描ける絵、これだけや。あ、なんかちょっと可愛いな。これ、チェーンソー。俺、スタンプを模写しようと思って、で一個だけできるよね。これ塗りつぶしてどうやんの？こんなかわかんねえけど、もうできたやろ。全国スタンプ、あ、もうこれあ、できました。このスタンプ好きやわ。
このスタンプマジで好きやわ俺。ツイッチのスタンプで一番好きやこれ。俺このスタンプみんなが送ってる時に、何も知らん外国人のリスナーの人から、なぜストロベリーが泣いてるのですかって来たからな、コメントで。違うわ、誰がストロベリーやねん。俺最近ギャハギャハ笑ってますか、皆さん笑っていますか。でもさマジでさ、はっ、あ、泣いて、死ぬみたいなのないよな。いやこれもまた今気づいたわ。今日は気づきの配信にしましょう。なんかうさんくさいな。あれちょっとやっぱ心の中にさ、処理に困ってる気持ちってあると思うんですよ、人間誰しも。ここで溜めていた感情を供養しようよ。ちなみに僕は2000円ぐらいのファンティアに入って、最近思ってんのとちゃうかったから解約しようと思ったんですけど、あれって月額契約なんやけど、1日に入って2日とかに例えば解約したらもうそっから見れないんよね。なのでちょっとその間損じゃないですか、払い損。来月は絶対入らないんですよ、そのファンティアには。だけどギリギリまで粘った結果、何かの不手際で人間忘れることもあります。また次の1日になった時の後悔を考えると、今解約した方がいいのか粘った方がいいのか、前にも話してなかった、そうなんですよ、よく知ってますね。これ何回かやってるんですよ、僕の人生で。どうしよう。一番簡単なのは今解約する、その次に簡単なのはリマインダーとかを用いて、まあ、30日に解約する。一番現実的ではないけど、まあ可能性はあるのはロト6で今買った11億円当てて、もう2000円を小銭にしてしまう。この3択、みんなはどうよ。人に話すには恥ずかしいぐらいのちっぽけな悩み募集。カラオケが苦手。そんな恥ずかしいと思わなくていいと思う。俺の高校の友達に死ぬほど音痴なやついたけど、めっちゃ楽しそうに歌ったもん。寝る前にお腹空いた時、ギリ食べるか食べないか。食べないだろ。デブ、帰れ。集中力、おじいちゃんになった。いやね、本当にね、これは23歳にして、本当に怖いなって思うのが、文章を読んでる時に、3行前ぐらい、何言ってたっけ？つって戻るんよね。2往復、3往復するから、すげえ損してんのよな、時間を。本を読むっていうことの大事さ、ほんまにあるわ。決めたわ、俺今日の夜本読む。ジャンルは、絵本。文字少ないし、面白いね、絵多い方がやっぱ。俺一時解決ゾロリ死ぬほど読み漁ってた時、ガチで文字の方向間違えたの。だからさ、ゾロリってさ、ヌーやっけ？ヌーがさ、違うよね。だから逆やん、あれ。え、どっちやっけ？こうやっけ？え？こうじゃない？なんか、ゾロリってヌー。え、一緒やん。解決ゾロリ、ラーメンに麻薬入れて金儲けする会社が多いで。麻薬とか出てきたっけ、解決ゾロリって。頭のいい人は本を読むって言うけど、どんな本読むのかわからん。まあ何でもいいんじゃない、本読めばいいだろ。確実に。でも俺語彙力は本で培えると思ってるんよな。あと想像力。あいみょんは官能小説から着想を得ることもあるらしい。まあ俺もまあ例外ではないけどね。官能小説からやっぱこう言い回しを勉強してる部分はありますからね。最近でも母親がポケモンスリープをやっててさ、ポケモンスリープのアラームにしてんねんけどさ、ポケモンスリープのアラームバカうるさいよな。バカバカバババババンバンバンバカバババババンバン、銃撃戦始まったかと思って起きるもん俺いつも6時とかに。え、治安悪って言って起きる。バカ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 バンバンみたいな。あれガチでうるさくてポケスリやる気してた。やっぱそうよな。え、ガチでうるさいよな。バカババ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 バン。なんならお母さんもキレてるもん。何やのこの音みたいな感じで自分で設定してんのよ。なんかイライラしてるもん、起きてる時。アラームもうセットすることなくなったっていうのも寂しいんよな。と思ったけど、今日俺朝6時ぐらいに起きて、でなんか洗濯物取り入れ、干してくれんって言うと、あいいっつって。洗濯物干して、いい具合に眠くなってきたの。ほんだら、ちょっと、昼間仮眠してアラームセットして昼から配信したら今日の一日素敵なんじゃねと思って、9時ぐらいに3時間ぐらい仮眠しようとして12時にアラームセットしたので、5時に起きて、で多分俺が寝ぼけながらいろいろ多分携帯いじってる間に電源ボタン長押ししすぎてシャットダウン緊急 SOS みたいなさ、あの画面になるやん。起きた時その画面やったよね。で、まあ、5時。無事8時間睡眠。ツイッターの収益支払われてる。2300円。舐めんなよ、人を。